はい、皆さんこんにちは。ひだっちアウトドアのお時間でございます。お久しぶりの動画でございますけれども、今日なんですけれども、ひだっちアウトドアオフ会に来ておりまして、もう今ちょっと着いたばかりで設営完了したんですけど、このような感じで今まだ全員ではないんですけどね、こういうような感じでやっております。で、今日はね、まあこうキッチン周りはこれジャグですけど、今日天ぷらしようかな思うんで、こういうやつとかね、まあツーバーナーだと、まあこの辺はちょっと久しぶりに気合い入れてやってみましたという感じでございまして、タープはもう車にこうやって連結してやっておりますね。いい感じでしょ。はい、で、まあ、寝床、まあ、キッチンはこちらで、まあ、キッチンはあそこなんだけど、こちらでもできるし、まあ、寝床はこちらですよという感じでございます。で、あいにくちょっとね、さっきまでドカンと見えてたんですけど、あそこに富士山が見えるキャンプ場で、今ここに来てます。今ですね、乾杯しようとしてるんですけど、シムさんっていう方が、シムまじっくり酒作ってるんで、ずっともう泡がもうほぼないです。はよして。じゃあちょっとまだ全員集まってないんですけども、じゃあひとまずオフ会乾杯。おーい。くー、うまっ。ちょっと抹茶も飲みなさい。はい、いただきます。抹茶も乾杯しよう。ごめんなさい。乾杯。ういー。今日はどちらから？栃木です。栃木、はい、ありがとうございます。何時間かかりました？あ、けど3時間ぐらいですかね。ああ、3時間ぐらい。もう走るしかないじゃないですか。今日はどちらから？僕の車を作ってくれた大工さん。キャナ川です。キャナ川で。あれ、なんすか？なんすか？どっから来られたんですか？神奈川じゃなくて八王子です。あ、八王子。はい、わかりました。夜勤明けです。あれ、どちらから？群馬です。あ、群馬。三原っちアウトドアでおなじみの。はい、おなじみの。で、ラガラガさん、どちらから？神奈川ですね。俺が迎えに行ったんだよ。そうですね。あれ、ごつかっこいい T シャツ着とるやん。あ、指輪ですか？あ、新婚です。いやいや、そこじゃない、そこじゃない。そこじゃないのよ。ごつ AT シャツ着とるやん。5000円ちょっとです。ちょっと俺もちょっと写してくれる？よろしいですか？あれれれれ、ブッシュクラフトしております。ありがとうございます。ということで、楽しんでいきたいと思います。どっから来られたんですか？栃木です。栃木から。よろしくお願いします。わかりました。やっと最後の本日のメンバーの。あ、で、ちなみに徳井さん、中目黒に居酒屋出されるということで。はい、21日オープンです。10月21日オープン。10月21日。ちょっと編集が間に合いませんけれども、もうオープンした後で。店名は、薬味居酒屋千鶴。千鶴。はい。場所は中目黒、徒歩3分。千鶴で調べればいいですか？薬味居酒屋で調べたら。わかりました。なってます。はい、ありがとうございます。よろしくどうぞ。ということで、今日はね、あ、いい時間ですね。今日は8組ですかね。で、あれですか、やっております。ちょっと皆さんのね、テント紹介をしていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。ちょっとテント紹介です。コンテンツがないので。あ、僕のですか？はい、僕のは群幕ですね。群幕。何群幕？これスウェーデンですね。あ、スウェーデン。あ、ちょっと広いんだ。結構広いよね。ね、パップテント。へえー。ちなみに昨日はここで寝てません。ごめんなさい。どこで寝たんですか？あちらで寝てます。せっかく立ってたのにね。ちょっと
無理なんよ、やっぱキャンプ向いてなくてやめてタフマルと、ちなみに両方初出し。それもこれ何？これはなんだっけ、なんちゃって、なんちゃって、なんちゃってスケーターズ。そう。てかマジで一緒だな。一緒です。もうこれでいいかなと思って。ね。うん、確かに。あの僕のやつで、あのこれはねガチの、これスケーターズランタンなんですけど、これガチの100年前の。サビサビのやつなんですけど、これをこれはあのデイツのねガチの200、100年前のランタンなんですけど、それをモチーフにこれをね日本の会社が多分型をこうやって作ってるんでしょうけど、まあ重いし、あこれが本物か、ガチンコが、これガチンコ、まるっきり一緒でしょ。まるっきり一緒っすね。確かに。だからこれでいいかな。確かに、なんか丈夫そうだしそう。まあ、上はこっちの方が渋いけどね。うん、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。まあね、こういう細かなブッシュクラフトグッズもしております。あ、これジャグっすね。あ、これかわいいっすね。これはオリーブオイル入れ。オリーブオイル入れ、これ。そうそう、イタリア製だから。あ、本来は、本来は。へえ。で、木の箱がテーブルになったりとか、うん、ゲームについてはテーブル忘れたんですよね。テーブル忘れちゃった久しぶりにやるとこういうことになるからなるほどね、借りましたこれはどういうテントですか？これはあのネルデザインっていうガレージブランドのテントなんですけど。はい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 。ネルデザイン、ネルデザイン、ネルデザインワークス。これケイブっていうテントです。ケイブ、はい、自立式で、自立、日本ポール立てて入れて自立するんで、自立するんですよね。でしかもこれ特筆すべき点があれなんですよね、素材が TC なんですよね。そうです。あまりこんなドームで TC 見ないと思いますけど、珍しいですよね。風に強いんでね、いいと思います。あとはあゆさんのお得意のアタゴあとはアタゴね、みんな欲しいアタゴ、ペトロマックスのアタゴ、シャキーンってことでねできるやつと、あと僕の、僕のお気に入りのローバーのアメリカ感すごいクーラーボックス、これもかっこいいんですよ。あれ、これランタンは、ランタンはあのなんだっけ、あれペトロマックスじゃなくて、じゃなくてこれこれグローブどこにあるんですか？グローブっていうか、あのあれなんだっけ、ホヤ、ホヤ、それ上についてるやつですよ。あ、ホヤっていうか、あの燃える部分、燃える部分、あ、ついてるのか、はい、なるほど、ここについてるんだ。これもかっこいいですね、香料もあって。で、寝床は、勝手に失礼ながら失礼、勝手に取らせていただきますはい、ありがとうございます、はい、おはようございますこれはテントは小川の、なんだっけ、 S ステイシー ST2 ですね。まあ、前室が軽くあって、ね、前室があったり、しますけれども、おはようございます。おはようございます。と、すごいね、もう今、10時40分ですけれども、いかがお過ごしですか？暑くて寝れない。なるほどね。本日、10月13日夜は非常に涼しいんですけれども、日中はね非常に暑いです。こんな感じでございます。続きまして、おはようございます。おはようございます。おはようございます。小柳さん、僕の番を作ってくれた大工さんなんですけれども、どうも。こちらのテントはいかがですか？
前回と変わらず、皆さん前回の動画をご覧ください。今回はちょっと横を跳ね上げております。あ、いいっすね。跳ね上げるとこういうような感じで、で、牧田の大工さんなんでね、牧田の業務用のちょっと日中暑かったんで、ね、あの車の中道具満載なんで下ろしちゃいました。なるほどね。借りました。なんか特筆すべき点はありますか？まあ、前回と、まあまあ、けどお気に入りですよね、このテントね。これ、前回とは寝方変えて縦にしたんで。はい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 。ああ、なるほどね。前回横でしたもんね。このコットの位置がこうなってたんですけど、今回はこのテントに向かって縦になって、まあこういう、こういうようなロケーションになるわけで、ちょっと今見えないんですけど、ちょっと富士山がね、あそこにありますので、こんな感じになっているということでございます。はい、ということでね、これは、どなたのやつでしょうか。ちょ、勝手に見させていただきますけれども、すごい、男が好きそうな荷台になってますね。これはハイラックス。ハイラックスですね。ハイラックスに、徳井さん、これはちょっと説明してもらっていいですか、このキャリアを。アクエリアスの段ボールがダサいね。これは後付けですよね、このキャリアはね。これね、うん、後付けで、ね、うん、名古屋のジェイズ工房さんだったかな。あ、個人的に作ってるんですか。ハイラックス、いろんなあのジムとか、他のいろんなのこういうホロの作ってて。ああ、そうなんだ。いいっすね、なんか上もあのキャリアになってて、うん、ね、一回後ろで寝てましたもんね、昔。一回寝てた、ね、これ倒せばギリ。ああ、じゃあちょっと足で出ちゃうけどね、みたいな。ここまでが1500だから、はいはいはい、ここで来れば1800になる。なるほどね、なるほどね。いや、いいっすね。で、テントはこれは非常にコンパクトな世界最軽量でしたっけ。世界最軽量、500何十グラムみたいな。500何十グラムのノルディスクのを今日移動してきまして、こんな感じですね。で、まああっちが富士山なんで、ここにゴルフクラブっていうのが見つけられたね。アイアンで、そう、高さちょうどいいな。ブッシュクラフトができないんでね。できないよね。うん。結果、7番アイアンが一番ちょうどいい。なんだ。7番アイアンが一番高さ的に。ピッチングだとちょっと高さ足りなかったんで、7番アイアンが一番ちょうどいい。なるほどね。受ける。もう本当にもう寝るためっていう感じのね。もうだって若干はみ出してるもんね。ちょっと移動してから。わかりました、ありがとうございます。どうも、僕です。みんなの中さん、どうも。あ、 AT シャツ着てるの近いな。素材に使わないと。僕です。これはなんていうテントですか。これはザ・フリースピリッツ。フリースピリッツ、通称 TFS ですね。自由山魂、はい、自由魂、自由魂かです。で、これちっちゃくなるんだよね。これは2キロ以下ですね。 1.8 ぐらい。 1.8? 1.8 ぐらいで、バックパックに使える。そこ、このね、ミステリー団地のあのバックパックにね、いつも入れてきてるのよ、この人は。僕は車運転できないので。そう、これにもう全部すっぽり収まると。はい。で、マットはええやつですよね。マットは、飛び出せません。これええやつやろ。サーマレストですね。ええやつやんな。これは1個古い型ですね。3万ぐらいするやつでしょ。うん、ネオエア。
雪の上でもあったかく寝れる。そう、雪の上でも寝れますっていうやつね。いや、いいわ。良い。おすすめです。これで一緒に寝れます。セットです。ラガーさんの特にあの別注で出したのがあのテントです。あ、これの別注が、あのあれ？会社が。これの別注がこれなんですって。へえ。一緒。おすすめです。おすすめ？ちっちゃくなんだもんね。ちっちゃくなりますね、このぐらい。こんぐらいに。一回畳んどこうって。ね。ちょっともういっぱいかんのに。ちょっとインサート撮ったりが。最後。今やるんじゃない？ね。最後インサートいただきましょう。はい、ありがとうございます。最後ですね、あれいなくなってんの。あ、いたおはようございます。はい、おはようございます。はい、はい、おはようございます。はい、テントレビューお願いします。何テントレビューをお願いします。はい、お願いします。ちょっと視聴者の皆さん難しそうなので勝手にレビューしたいと思います。シムさんはこれサーカスですね。みんな大好きサーカス、サーカス CC で、あのね、顔に似合わず可愛いテント使ってますけど、まあ言わずもがな広い空間とね、こういうやっぱ TC ならではの中の涼しさがね、ありますね。はい、でこのバックパックはミステリーランチのベアトゥース80ってやつで、まあ、これなんでこんな知ってるかというと、これもともと僕が持ってたやつで、シムさんという方なんですけど買っていただきました。はい、でまあ斧もみんな大好きグレンシュフォッシュですね。これはなんてやつだろう、わかんないけどいう感じ。昨日のね、残骸が転がっておりますけれども、このような感じになっているという感じですね。意外にね、シムさんね、こういう細かな部分すごいこだわってらっしゃって、これ焚き火台とかもあんま見ないですよね。これ非常にコンパクトになる折りたたみ式のやつなんですけど、こういうやつとか、あとこれとかもね、ヒュアーハンドの7万とかするって言ってたかな。ね、ちょっとちっちゃいのよ。こういうのが、これもちっちゃいよね。手前のやつもちっちゃいんですけど、ほら、こんぐらいのサイズ感ね。はい。あ、これランタンちょっと説明してください。これ。はい、ランタン。はい、これはどう違うんですか。色が違う。いやいや違う、そういうことじゃなくて。そういうことじゃなくて、何がどっちがどうなんですか。忘れました。わかりました。こっちの方が古いはずですね。あ、こっちの方が古い。はい、ナンバー75アトム。あ、これアトムか。アトムですね。皆さん、アトム聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ヒュアハンドのアトムですね。アトムって書いてます。オリジナルで、偽物とかじゃなく、こっちは？こっちは175ですね。175ね。175ということで書いてます。これも小さいですもんね、だいぶ。これも小さいですね。なんでこれ小さいやつ売り出すのやめたんだろう。需要なかったのかな、当時。あんないっす。はい、わかりました。眠いっす。で、フライパンはタークということでね、借りました。長田山荘キャンプ場というところなんですけど、今ちょっとね、あの自衛隊が演習しててドンドンって言ってますけど、あそこが富士山でドカーンって、まあ、麓っ原みたいなイメージなんですけど、芝生が非常に綺麗で、まあ、ここの場所はね、一番奥なんで、あのトイレがあっちにあったりとか、ちょっと歩かなきゃいけないんですけど、まあ、こちらの一角をお借りして
このような感じでキャップをしているという感じでございます。まあ、みんなおじさんたちなんですけど、まあね、こうやって全然地域も仕事も違う人がこうやって集まってね、キャンプをするというのは楽しいもんですね。はい、じゃあ皆さん集まりましたんで乾杯しましょう。どなたですか？山下さんです。松島です。松島全部違う、全部違うじゃん。陽気な陽気な陽気なメガネでおなじみの事前情報それしか知らない。相手についてメガネでなじみ。おい、しむ太郎ちょっと来てよ。乾杯の時いつも俺を。ほんと、じゃあ皆さん2日目最終日乾杯。乾杯。やっと揃った。うまっ。やばっ。いや、松島さんもずっと待ってたんだよ。理想聞け。理想じゃん。これこれこれ。葉っぱだけ提供されたと思ったの。俺そんなやつじゃないから。あがすあがすあがす。待て待て待て。いや、これうまいやつ。待て待て待て。ギョプサル。はいはい。いや、長州が入ってないから。まあ、食べられない。出来上がっちゃってんじゃない、向こうも。うまっ。いや、豚です、これ。馬じゃない。2キロ先とかの盛り上がってまいりました。これが着弾、今出来上がってる。ちゃんと着弾時もあるんですか？あるんですよ。まあ、全部ここに行ってたらいいんだ。なんかね、今、モルクっていうものをやろうって言ってるんですけど、小柳さんがモルクを作りまして、あのモルクをみんな分かんないけどこれがモルクであろうという感じで焚き切れ作りましたということで、モルクの皆さんルール分かりませんけどモルクを始めたいと思います。いや久しぶりやな、燃えるなモルク。じゃあ、三原チームと、うん、イダチチームで分かりましょう。うんうん、あ、そうですね。いいね。投げればいい。どれ？じゃあグッパします。グッパ。モルクどれ？モルク何？モルクどれ？チョッキーちゃん。取ってんのこれ？チョッキー無理だ。間違えちゃった。間違えちゃった。ジャイキンかと思った。ジャイキンじゃない。はい、グッパでね、はい、いきますよ。グーパージャッカソ、グーパージャッカソ、奇数が試せないから、グーパージャッカソ。あ、はい、あ、あったんじゃない。あった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 、はいはい、まずいな。グーグミ、あれ、シムさん、え、俺グーですよ。最悪なんでやねん、それ。なんて言ったら、どうやったら加点されたの。倒したらぴったり50点とかなんの。なると思いますよ。倒なると思います。クリケットみたいなルールなんすね。4本とかだってこんだけあればなるんだよ。4本とか倒れたら4点、1本しか倒れなかったらその数字が点数。あ、なるほど。向けてこれで5。なんすかあれ。あ、これいいよ。それゴッツ大事なやつやで。なんなんすか。これヒダッチのやつ。あのテーブルの足。そんなのにも使うように。テーブルの要だから。あ、ダメだよ。こうか。ちょっとそういうんじゃない。ごめん。傷ついちゃう。モルクだから。ちょっとモルクだ。あ、どうしよう。モルクやめたい。どうしよう。そんな、なんだろう。モルクやめたいかも。そんな大事な木じゃない。俺モルクやめたいかもしれない。いくよ。とりあえず。ブレイク。ブレイク。最初の1個。おお、いや、意味ないでしょ。それはそうだろ。しかも全然散らばってないですよ。けど、それ何点倒したらいいの。50点の。合わせて50になればいいですか。71だと2点ですよね。ぴったり50点を目指す。あれ、ちょっと待って、あの木はどうしたの。撤収しました。
ほんまに大事やったで、むしろさ、これさ、こういうさ、ちっちゃいさ、ボールみたいな木でいいんじゃないの。ここにいいじゃん。で、それで単発で当てればいいんじゃないの。うん、ね。んあ、じゃあそうする、じゃあ、うん、これに。あ、そう、これで。これでいいじゃん。ね。これにしよう。え、でもそれだとさ、こう横にほら、何本一気に狙うみたいなのができないから。そういうことか。だんだんそう。モルクってこういう、じゃあやっぱあの棒がやるんじゃない。あ、じゃあ。もう、モルクやめない。このうちのとこさん、パー。パーは日立チームですね。お願いします。日本酒一気あるから、うん、お願いします。日立チームの1投目、ね、はい、今フォローだ。うまい、ほら、うまい、うまっ。ガチ、え、ちょっと待って、ガチでモルクっぽくない？初めて初めてモルク、この銃はモルク感出てない。倒してる、めっちゃ倒れたよ。倒れたところで起こす。で、今10点ですよね。10点です。じゃあずっと全員10やったらどうなの。あ、じゃあ近くしとく。本当は多分、うん、パーンっていって遠くに10が行ったり。あ、じゃあだから遠くの方がいいね。多いな。我々今10点ってことですよね。10点ってことは、ブレイカーだから。でも11目だし。おお、うまっ。え、全員ガチやん。じゃあ日立チーム、小柳さんお願いします。10やから、もう10狙いましょう。ありちょっと遠いけど、ナイスー。めっちゃうまっ。めっちゃうまいじゃん。三原チチーム、俺ら20っすね。20点っすね。すごいすごい。三原チチーム現在11って11いったから11。シムもあるよ。これ1本だけじゃなくて何本か倒れちゃったらどうする。何本か倒れたら、その倒れた分だけ点数なんですよ。あ、じゃあ、だから2本、2本倒れたら 2点なんですよ。あ、2点、そうです。うわ、そういうこと。誰ですか。11ね。あ、11ね。12、いきます。端っこでね。上手。あの、投げる。よし、うまい。よし、難しいっすね。いらんなその才能は。今、23。あ、逆転された。うん。けど50であればいいんでしょ。50ぴったりで。無難に10だなんじゃない。10ですか。結構遠くなりましたけど。そうやな。力必要ないよ。いけるよ。力必要ない。リラックス。上から投げる。ど、何、何のやったんだ今。リラックス。はい。力じゃないんだって。やっぱあるんだね、こういうことがね。なるほどね。いいね、いいね。力じゃないのよ。マッチャ、いいよ盛り上がってまいりました。俺は何狙いですか。まあ、10。でもやっぱ10やっぱ豪快。いや、10結構遠かったっすよ。11にする。うん、いける11。ひだっちうまいんやろな。ワンラウンドしちゃダメなの。バウンドアリス転がしてもいいっす。倒れるよね。いきます。え、これね、なんか変な空気になっちゃった、ごめん。なんか変な空気になっちゃった。ごめんなさい。間狙った。ごめん。ごめんね、なんか釣りのポイント狙うみたいな感じ。別にもう待ってるわけじゃないからね。どこ狙うんですか。いや、それはもう日立と同じところ。11。あ、でもこれ11狙いですね。これ当てたら勝ちみたいな感じですか。いや、まだまだ行きました、行きました。11、これね。これ OK。え、今何点？あ、25か。25対20やんな。どうやったの？やっとなんかチーム感出てきました、これ。ごめんね、ラガ。あ、そうね、そうね。うちのチーム、こうね。チーム、チーム。いいよ。もう行きます。行っちゃって。おぉ、うまっ。ぴったり。うまっ。練習してきた。そうだね。午前中やってたよ。やってた。俺も見てたわ、そういえば。寝起きからやつ。36だから。うまっ。今僕ら20。あとじゃあ30点ですね。12いきますか。でももうそうだよね。はい、点数狙わないと遠いな。遠いな。そうでしょ。ひだっちチームなかなか渋いです。4位ってから10みんなで狙いましょうか。
しょうもない。あ、倒れた。やらしい。いや、やらしい。絶対倒れてなかった。めっちゃねっとり系の人ね。ねっとり系。ちょっと粘ってた。やば。やば。すごいな。すごいな。チームワーク生まれてる。行くぞ。ダサいな。ダサいな。古いぞ。古さがあるの。すごいダサいぞ。あ、そうやな。それありやね。あ、いいぞ。頭脳いいぞ。お、肉体じゃなくて、うん、銃を、銃狙いだから、我々の作戦は銃を遠くにして狙いづらくしようっていう。いいぞ。いいよ。肉体じゃなくて頭脳使ってるよ。ちょ、筋肉に聞いてみたら、うん、一応どうなんだいって動かない、動かないんですよ、これ。使えないですか。使えるか。銃です。やば。ナイス。すげえ。モルック、モルック、盛り上がるな。モルックしております。モルックしております。ブッシュクラフトしております。十分ブッシュクラフト。あと25くらい。あ、そうか。刻んでくるぞ。おい、こそこそ話やめろよ。こそこそ話よくないぞ。やったね。うまっ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 。今何されてるんですか。モルックしております。モルックしております。モルック、すごっ。面白いけど、一回ブレイクしたらもうこの辺。そうそう、うん、お願いします。え、全然ブレイクした。一本よ。おい、しっかり点取りやがって。9が欲しかった。なるほどね。あ、9が欲しかったのね。11で上がりっすよ、次。11で上がりっす。確かに、いいとこ、ここ。最後は日立ちが取れる。なるほどね。え、ちょっとこう置くんすか。3行って2を、じゃあ3行って、すげえ、なんか楽しんでるじゃん、みんな。なんだかんだね。でも、すげえ、多分3を離されるかもしれない。8と2を狙う。8と2、やつらのすごい攻撃に。やつらせこいかんな。せこいかんな。しっかりモルックすんな。しっかりモルックすんな。全員おじさん。全員じじい。全員おじさん。いきます。何の作戦なんかしなけど。いいわ。いい、3。ええの、それで。いいの。ええ。あ、ええんだ、それで。いいんだね。2222。じゃあ、バトニングしてた今。バトニングしてた。八百長だよ。バトニング始まってる。ね、うちはこれの次に、うん、11を行けばいいから、イラッチが、ここ、イラッチが、はい、これを決めてくれれば。11を決めれた、11を倒せれば、もうこれ勝ちね。これ勝ちね。お願いします。良くないな。取ったで。取ったで。俺取ったで。公式ルールに乗っ取ってるからね。行くね。ちょ、待って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 。ライン出た、ライン出た。ラインアウト、ラインアウト、どうだったか。完全アウト、もう完全アウト。取れてます。黙れ。ずっと渡されたもん。罰ゲームは、罰ゲーム、ちょっと俗君、これ、これをじゃあ4人で開けてもらってね。あ、多いな、俗君は。じゃあ罰ゲームで、みんなで。なんかうまそうやな、これ。うん、ちょっと待って、ちょっと味見させて。ちょっと待って、なんでそんなポジティブ。ちょっとポジティブすぎるやん。ちょっと好きなやつやん。ちょっと飲みたいんでしょ。ちょっと負けてどういう感想か教えてほしいな。あれ、あ、悪くないな。罰ゲームになってないですね。罰ゲームになってないの、これご褒美なんじゃない。ちょっと待って。そんな気がする。じゃあ罰ゲーム、乾杯。乾杯。悔しいか。徳井さん。おーい、徳井さん。おー、まっちゃん。うまい。おっ、まっちゃん、うまかったっけ。
調子いいですね。なんで罰ゲームなってない、なってないね。三原さん、こっちも飲みたくなってきました。三原さん、あ、おかわり。ちょっと徳井さん飲ませて。飲ませて。もう、当てました。飲みましょう。実は、いろいろやってたら夜になってしまいまして、もう、ご飯のお時間でございます。ねえ、まっちゃん。はい、もうご飯ということで、ね、今日のね、晩飯は、天ぷらをね、どうかなと、揚げようかなと思ってます。まっちゃん、何作るんだい？僕は、あれですね、ギリシャ料理の。ギリシャ料理、ごめん、ちょっとごめん、最初からさ、なんてなんてギリシャ料理のブリゾーラです。なんてギリシャ料理のブリゾーラ。ちょっと待って、今天ぷら揚げようとしてるのに興味しかないんやけど、そっちに大丈夫か。あ、グリゾーラね。結構美味しいよね。わかるわかる。いや、俺もなんか一回あのほらあのね、あのモントリオール地方行った時に、食べたんすか。うん、ほんまのモントリオール地方ってありそう。ありそうだね。うん、大丈夫そう。ほんまの食べてたらちょっと緊張しますね。だからまあ本当にあのブリゾーラに関しては、俺と三原さんはうるさいよ。そうそう、アテネの帰りに帰ってそうそうそう、あのアテネのトランジットで食べた。そう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 。しかもしかも山ほどね。もう本当にもうお腹いっぱいですぐらいの感じでしたよね。ね。そうなのよ。結構肉がね。ね。そうなのよ。そう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 。いや、ブリゾーラ作れてよ。うん。ちなみにあれちょっとごめん、俺結構前やねんけど、ブリゾーラってどんなやつだっけ。いや、あのね、焼くときもあるよね。焼きますよ。焼いてましたよね。うん。次の日ちょっと煮込んでた。あ、そうそうそう。いや、あの、自分なりのブリゾーラってあるから。そうそうそう。うん。確かになんだ。ブリゾーラ何時ぐらいできんの？けど、あと40分ぐらいあれば。あ、結構かかんの。そうなんですよ、ブリゾーラやっぱ結構かかるもんね、やっぱ。あ、わかるわかるわかる、うん。あ、想定内かも。いろんな形あるからな。うん、ブリゾーラって40分かかんねや。取れたかないからブリゾーラでつなげさせろや。天ぷらうまそうでしょこれ。天ぷらめっちゃうまそうっすよこれ。やばくない？やばいっす。やばいよね。やばいっす。え、うまかったっしょ実際。めっちゃうまかったです。おもてなしでございます。おそうっす。みょうがに、アスパラガス、レンコンに、みょうがいただいていいですか。皮いただきます。うまっ。いい感じ。みょうがに、みょうがでしょ。みょうがでしょう。ね、あのほらあれだから先祖の人だから。ええ、薬味居酒屋。薬味先祖の。薬味にはうるさいんだから。これ塩かかってる。かかってます。ちょろっと。いただきます。美味しい。季節限定で出そうかな。
みょうがの天ぷら。夏かな。おいしいおいしい。ね。うん。これはビールですね。あ、ビールね。ラガちゃんが何も食べてないっていう噂を聞いてさ、もう来ちゃった。うん、どアスパラ、ミョウガ、レンコン。アスパラ一択です。ああね。いいですか。いい。取ってます。取ってる。マジで。取れたかねえんだから。取れちゃった。あんまない。私ね。いやいや違う違う、じゃあ、岩までのね。いただきます。こういうこと。うまい。うま。マジで。うま。うまいよね。うまっ、うまい。他になんかない、なんかあの食レポみたいな。うまっ、わかりました。キムさん、頑張っていただいてよろしいですか。いや、あげるとは言ってないけど。何それ。うまっ。アスパラ、うまっ。うまっ、うまっ、これうまいよね。うん、ね、はい、次、椎茸だよ。椎茸も食材提供してやん。えなきも、いや、うまいわ、これ提供してやん。持ってないの。眩しくて喋られん。エビや、エビ、エビ、あ、エビやんねん。え、エビやんねん。エビじゃん。待っといて。俺もエビはある。待っといて。もともと親が家族で来てたんですね。で、2つテント立てて、そっちに荷物をこうやってて、もう、何これって。他に、なんかちょっと、パーンじゃないですか、こう広げる、ちょっと何って言うと、え、よく待ってて。四つ足の、四つ足の。